はい、皆さんこんにちは、ワーナリングルフィッシュです。それでは信長の野望創造戦国志の物正嗣お家乗っ取り物語続きをプレイしていきたいと思います。まあ物正嗣といえば誰かというと、大河ドラマ見ている方はご存知だと思うんですが、高橋一生演じている井伊家の家老であり、今川から派遣された目付の小野正嗣です。で、今回のプレイのコンセプトはですね、前回ご覧いただいた方にはお話をもうすでにしているんですが、お家乗っ取り物語ということで、大河ドラマの中ではね、井伊家を乗っ取ろうとしている小野正嗣なんですが、まあ井伊家自体がまだ存在しない今のこのプレイの中ではですね、今川家を乗っ取ろうということで、ひたすらにまずは武勲を重ねてですね、家中での位を高めるっていうね、ところを頑張っていきたいなというふうに思っています。では早速続きの方をプレイしていっていますので、皆さんと一緒に見ていきましょう。で、今はですね、この小野正嗣に関して言うと、武勇とかは低めのパラメータ設定にしていて30にしてます。で、代わりに、まあ、政治とか知略を高めに数字としてはパラメーターとしては設定してますので、まあ、できるだけ戦争ではガリガリ前に出ていくっていうスタイルをするわけにもいかないので、一応ですね、特技としては狙撃を持たせました。なので、その狙撃を持って、まあ遠くから鉄砲隊を指揮して敵を打ち果たすというスタイルですね。まあ、騎馬隊でですね、ガリガリガシガシ突進していって、蹴散らすっていうスタイルではない感じにしてます。まあ、実際大河ドラマの中でもね、知的な武将として演じられているというか、まあ、設定されてますので、まあ、それに習った形で、キャラクター設定はさせていただいています。で、お家乗っ取り物語と言っている以上はですね、できるだけ早く家中での位を高めて、あわよくば義元なり氏直なり今川の姫君をめとるのが一番ね、一門衆になる近道なので、まあ、それをするか、もしくは、まあ、乗っ取りとはちょっと言い難いといえば言い難いんですが、最悪今川から独立をして今川を逆に飲み込む、これでも最悪いいかなというふうに思っていて、一応目標としては1は、主家乗っ取りということで、なんとか今川の姫君をめとる、これが一番の目標なんですが、これが叶わない場合ですね、叶わない場合は今川から独立をして今川を食う、これをねやっていきたいと思ってます。で、今ちょっと材木が足りないのか、材木をちょっと増やすために製材所をちょっと増設していきますか。ちょっと状況を確認していきましょう。表情を始めます。今製材所が作れる場所がどこにあるかというと、ここに製材所が一つあって、ここに森があるので、製材所を作るとしたらここかここのどっちかか。ちょっとどっちも潰したくないな。製材所は一時的に諦めましょう。で、代わりに どうしようかな、商人町でも作っとくか。
ご命令を。先月の収支です。鉄はだいぶ余裕がありますからね、こうやって見ると。鉄資源は余裕があるので、やっぱりそう考えると材木所もう一つ作るか。表情を始めます。先月の収支です。製材所を1個、もう1個ちょっと1個潰して作りましょう。んで、まあ残念ではありますが、それによって得られる恩恵もあるということで、武家町を1個潰して製材所を作りました。これでまた進出待ちかな。で、合戦におそらく誘われたので、うん、海戦か。東方2000で3000の敵と対峙中。ただこちらはどうやら援軍が多数ご詰めとして出ているので、まあこれは楽勝ムードかな。出陣していきましょう。行くぞ。敵は久喜義高か。3000の軍だな。これに正面から当たるのはあまり得策ではないので、回り込みましょう。さすがだな。海戦で茎とまともにぶつかるのは特策とは言えないけど、しょうがない。狙撃で下がりながら打っていきましょう。もう下がりすぎか。続け。いやー、茎強いな。やっぱり海戦で勝負にはならないか。摩擦がやられるな。さらにリターン打っていきやがった。狙い撃ちでとどめを刺されますね。強いね、海戦の茎は。ただ味方はまだまだ御詰めが来るので、きっと攻略は叶うでしょう。表情を始めます。先月の収支です。兵は減ったのでしばらく出陣はないかな。さあ、これであとは作れるのはここに、そうだな、狩り場を作っておくよりかは連兵場の方がいいかな。まあちょっと周りに兵舎を建てていないので、まあ、効果はもったいないかもしれないですが、これで部隊も壊滅した直後なので連動を上げておきましょう。だいぶバランスはいいんじゃないかな。ちょっと武家町が少ないので、この後第二の館を建てたらその周りに武家町で、あとは川沿いには水田、街道沿いには武家、商人町っていうね、オーソドックスな町づくりでいいかなと思います。先月の収支です。報告いたします。おう、そういう話をしてたら早速進出ができますね。じゃあ進出をかけていきましょう。攻略は失敗になったか。やっぱり海戦でね、茎に勝負を挑むというのはあまり賢い選択ではなかったじゃないかなっていうところですね。で、岩村城攻略の指令が来ているんで、まあ、これをこなしつつ、あと山賊の討伐も赤で吹き出しが出ているので、これもこなしていきましょう。で、ここには山賊屋敷があるので、早速山賊の討伐をしちゃいましょうか。800だとちょっと厳しいかな。ちょっと800だと厳しいので、先に水田をいくつか立てておきましょう。で、その間に兵が回復すると思うので、兵が回復したら早急に山賊討伐ですね。侍大将ね、城代にはあまりうまみはないので、城主になるまでは拒否です。
ご命令を。先月の収支です。まあ、今のは領地が多いので、もうちょっと武勲を重ねれば、割と早い段階できっと。上司就任の打診があるんじゃないかなと思うので、ちょっとこらえましょう。兵が1500まで黙ったら山賊討伐に行きましょうか。ご命令を。先月の収支です。で、次のターンまで待てばきっ と、1500で出陣できるようになると思うので、次のターンまで待ちましょう。終始です。報告いたします。では山賊討伐先にやっちゃいましょうか。まあ、どれくらいの兵で出てくるかにもよりますが、500か。500だったら一瞬だな。ただ山賊の500って結構怖いですよ。なんか10人ぐらいで山賊で徒党を組んでるとかじゃなく、500人の山賊ってなると結構な数で、かなり怖そうではありますけどね。まあ、ここは全く問題ないでしょう。一応時の声と山賊も持ってるんですね。表情を始めます。先月の収支です。さあ、そしたら、連兵場を真ん中に立てて、この連兵場の周りにずらっと武家町を並べていきましょう。で、きっとそうこうしてるうちにまた誰かが任務をそつなくこなしてくれると思うので。そしたら引き続き武家町を周りにずらーっと並べ、あとは水田と商人町をバランスよく配置していきましょうか。ご命令を。先月の収支です。いやー、お金も兵糧も米も鉄もバランスよく入ってきているので、この領地かなり当たるやん。先月の収支です。少しだけね、段差があるところに何も建てられないのでちょっともったいない部分もありますが、それ以外はもう、何ら不満のないかなりいい土地だな。さて、岩村城攻略戦ですね。兵2500で出陣していきましょう。それでうまく活躍できればきっと城主就任の打診すらもありえるかな。始めようか。かかれ。
日もある。ただ山城はね、攻めるのがかなり難しいですからね。ここもちょっと兵をだいぶ減らされて、かつ城門の一つも突破できない感じかな。もう引くにも遅いな。城門を破壊しました。まあ、ただ五詰めがかなりいるはずなんで攻略をしてくれるんじゃないかな。表情を始めます。先月の終始です。出るとするか。出陣します。おお、山田城ダッシュに成功して300獲得しましたね。ご命令を。先月の終始です。次は、まあ、ここもひたすらに軍功を重ねていきましょう。で、もう今できることは何もないので、こういう時に奨励をバシバシこなしていきます。で、兵がまただいぶ減っちゃったので兵の回復を待って次の出兵に備えましょう。表情を始めます。先月の終始です。報告いたします。まあ、大河ドラマもね、前回のこの小野正嗣でのプレイの中でもお話ししたと思うんですが、海老蔵がね、どんな感じになるか今後すごく楽しみなんですよね。まあ一つ信長役で出てくるその海老蔵ってきっとこの大河ドラマの目玉の一つと、きっとプロデューサーというか NHK サイドも考えてるはずなんで、どんな演出で出てくるかすごく楽しみですね。ちょっと材木が足りないか。城代は断る。城主にしてくれ。城代ではなく。表情を始めます。先月の終始です。御用を受けたまわります。買っていっちゃいましょう。で、これによって奨励が一気に片付くんで。場合によっては米を売っても金を得て、その金でまた材木と鉄を買うっていうのもありだな。あっという間に武将に承認なの、承認じゃない、就任ですね。でここでさらに進出ができる。かなりいい両国経営になってるんじゃないか。私の話ですね。スキップしていきます。ご命令を。先月の終始です。そしたらここで新しく資源が何かありましたよね。ここも砂鉄か。どうしようかな。鉄をいっぱいありすぎても鉄を売れるっていうシステムになってないので、鉄もねいっぱいあれば売れるってなってればそれなりに面白いかなと思うんですけどね。そうだな、どうしようかな。まあ武家町と、水田は作れないからな、ここには。となると、どう見ても往来が良さそうなんで、往来とあと公家町とかもこの辺りに作っておきますか。石高と商業がダブルアップするんで。
で、あとは木材を800収めたいので、兵糧を売ってその金で木材を買っていきましょう。御用を受けたまわります。で、これで木材を売って、で、さらに商人町を作ったんで、公家屋敷とか作ったんで、茶室とかも入れておきますか。そしたらで、民中が上がるっていうのもでかいな。民中上げて、この周りに武家屋敷をじゃあ建てていきましょうか。これが一番理想的な感じになるかな。で、今木作りを、攻略する人が出てきたので放っておいて、その間に武家町を作れば、またこれで町づくりは一段落かな。OK だ。これでいきましょう。ご命令を。先月の収支です。よし、これで任務が全部達成できたので、仕事に取り掛かりましょう。できればね、さっさと城主に就任したいので、一つでも多く城を攻略したいですよね。東方約1000で2000と対峙中。敵の対象は半蔵か。ここは兵3700で出陣していきましょう。半蔵相手だとどうだ。半蔵は武勇は高いですね、さすがに。なので正面からぶつかるというよりかは、誰かをおとりに使ってこちらは回り込みましょう。これで半蔵撃破したんで、城に取り付けるかな。3300で出ていきましょう。で、鳥羽城を取れば、ここが拠点になる可能性もあるので、なんとしても落としたい。敵は約900か。で、味方は四方から攻めかかるので、まあ無難に攻略はできそうかな。援軍の気配もなさそうでしたよね、さっきの画面で見た感じでは。であれば、この町から攻めていきましょう。力の見せてやろう。始めようか。まあやっぱり平城は攻めやすいですね。山城はね、守りが固くてかなりいつも苦戦しますけど。敵はわきまえねばな。敵城門突破しました。敵城門突破しました。続け。城門を破壊しました。さあ、これで城は落としましたね。いや、理想的な町づくりもできてるし、かなりいい感じで序盤進行してるな。今川も最大半島を築いてますよね、きっと。で、末盛城の攻略か。次はいよいよ織田領へ進出って感じかな。
月の収支です。はい、では、切りもちょうどいいので、一旦ここで終わりにしてですね、まあ、おそらく次回はですね、きっといよいよ城主への就任の要請も来るんじゃないかなと期待しつつ、続きをプレイしていきたいなというふうに思っています。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。